日本埼玉県上尾市沖の上。沖の上は埼玉県上尾市にかつてあった大技。市の統計などでは大石地区に属していた。郵便番号は362-0000。沖の上はひらがなで沖の上と記される場合がある。埼玉県東部で上尾市中央部の主に大宮第地条に位置していた地区である。 現在の浅間台の大半、及び中津井戸木、小泉、泉台、春すが、べざ原神町の各一部にあたる。西部を鴨川が流れ、周囲の低地には、水田や小宅地があった。大地との境界は、傾斜が緩やかで、その境界は、不明瞭である。地区内は口実の通り工作地が多かった。かつての隣接大技は時計回りに東側は、久保や上尾軸。 南側は、柏座、田日、かす田日、べざ西側は小泉、北側は、中妻、桶川町大和町屋と隣接する。沖の上の飛び地が大小複数あり、井戸木とも隣接していた。地区の東部は、べざや中妻の飛び地があり、他の大和との境界が複雑に作奏していた。1971年に、 競技の結果、沖の上の八つある小技の一つの、浅間台から名を取り浅間台と称する行政町名が新設されるなど、相次ぐ区画整理事業による、地盤整理によりほぼ消滅したものの、沖の上は長らく、浅間台と並存した状況が続き、晩年は、埼玉県道三百二十三号上尾環状線の、鴨川橋の川下側から親橋の間の河川区域に取り残される形で、G 川西及び住宮山が非常に細長い半円形の残部としてわずかに残されていた。2016年9月17日小泉五丁目の成立により、同じ大石地区の中妻や小泉などのように地名が新町名などに継承されることなく完全に消滅した。地名の廃止後も、施設名などにその名を残す例が見られるものだが、かつての区域内には、 沖の上の名が付く施設等は残されていない。あげオ氏の消滅した大技、町名は2020年1月現在、大技沖の上が唯一である。なお、2019年5月時点で、Google マップで、沖の上を検索すると、消滅直前の街頭区域が確認できた。元は、江戸期より存在した武蔵区に足立郡大谷領に、属する沖の上村、古くは、 中世末期頃より見出せる稲層に属されていたと言う。沖の上村は漢字で中世上村と記される場合がある。商法の頃は沖村、元禄の,の頃は上村と記されていたが、それ以降より沖の上と称されるようになったと言われている。地名は諸説あり、沖とは広々とした田畑を意味し、上村の方角にある広い田畑という意味がある。村高は、 商法年間の武蔵国田園防では250国、元禄合帳及び、天保合帳によると283国であった。活性期の世帯数は30件余りで、村の規模はおよそ東西15町南北13町余りであった。考察場が村の西部にあった。明治期に入ると自社領を除き、新政府の直轄地となり、不判権産地制が敷かれ。 武蔵地検事の管轄となる。自社料は1871年1月5日自社料上地例で不判権に帰属された。1880年代は農地の割合が49.5%、宅地が8.7%、山林が36.1%、原野が0.8%で、1950年代でも山林が開墾されて農地がやや広がったが、 大きな変化は特に見られなかった純農村地域であった。山林は、いわゆる武蔵野の平地林である。民家はまばらであった。大宮第一条に位置する地域にあたるため、畑作が中心で麦や米、大豆、甘暑などを主に生産出荷していた。戦後までは養蚕も盛んであった。1875年の農業産物校は、 武蔵国軍孫氏によると米45国、大麦104国、小麦32国、大豆12、小豆6国、栗24国、干暑1万800であった。なお、その後の揚げお町が市政施行された後に大部分が浅間台となった1980年代では、区画整理事業により曲がりくねった狭い農道は廃道されるとともに、 5番路目上に道路が整備され、農地や山林が開発されて景観は一変。古くからの農家や農地は、市街地の中に残るが、住宅地が激増しとして土地利用の比重が高い、住宅都市に変貌を遂げている。世帯数と人口は1876年では46世帯、211人、1889年では265人。 1970年では848人。1978年1月1日時点では64世帯239人であった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りであった。当地区の東部を国鉄高崎線が通っていたが、駅はない。なお、後年設置された北上尾駅は、かつての大あ沖の上あざ、原の場所にあたる。 当時の道路は区画整理により、廃道となりほとんど残されていない。上尾高等学校のすぐ北側の緩い S の字を描く道路や、並木通りの中津山頂を目交差点付近より、すぐ南西側に並木通りに南東方向へ並行する道路は、当時の道路の名残である。鴨川には、現在の浅間大大公園の南角付近に小橋が、架けられ、小泉に通じていたが、 1997年12月12日、撤去され、下流側に場所を変えて掛け替えられている。柿以外にも神楽が薬王寺または、氷川神社の境内にて奉納、上演されていた。沖の上のかぐら市が結成した、共生座の沖村のかぐらは、近隣の村々からも大好評で、各所から多数の講演依頼もあったが、かぐら市もいなくなり昭和40年頃より途絶えた。 寺院は、新義新言集約王子があったが、上日の通り1872年11月廃寺となり、道府の一部は、稲学校や小泉学校の時期を経たその後集会所となった。なお、所在地が、浅間台になった1978年1月に、お堂が集会所の敷地に併設するように再建され、集会所の中に安置されていたご本尊が独立安置された。 神社は、大浅沖の上浅宮山707-2714年建立の薬用地持ちの氷川神社が鎮座していたが、1894年に新名所の跡地であり、現在地となる沖の城大原446から1から3、道447から1から3の場所に、鳥居や祭り器具と共に先座された。また、地区内で、 現在の浅間台二丁目一の一の区画の中央で、やや西寄りの場所には、沖の上の正寺浅間台の名前の由来となった、浅間塚があり、浅間神社が鎮座していた。他には、高神社、薬母社、八幡稲荷社、雷電社、稲荷社などがあり、これらは1907年に、小泉の氷川神社に合資され、八号神社に改称された。その他、晩年は、 埼玉県立揚げ予高等学校や4階建ての BS 社宅などや鴨川にかかる当時の小橋の川上川に河川施設として農業用石が設置されていた。ありがとうございます。